すごい並んでる。ダメだ、これはもう1時間コースだ。そうそう、レストラン食べたことあって、まあまあ美味しかったです。インド人のそう、ね、モーツァルトね、懐かしいね。ロカちゃん、ロカの赤ちゃんの時にここにねよく来てたから。ママロネックです。あ、変わっちゃった。あら、お前モーツァルトのカフェだったんですけど、やっぱなくなってるんだね。久しぶりに来ると。ここのおもちゃ屋さん懐かしい。どっかこの辺にメキシカンのお店あったよね。あそこだ、あそこだ、その黄色いところ、このラヘラクレ、ヘラクラ、ヘラジュラ、ヘラジュラ、ここ行ってたね。あのフレンチあったじゃない、あそこなくなったんじゃない、フランス料理の店。あった、プロバンスル、まだありましたよ。つや消しのベンチね、つや消しのベンチ。女の人がつや消しのベンチ。懐かしいですね、あそこのお店美味しかった。ここのスマッシュバーガーも行ったよね。ママロネックの駅です。最初ここに降り立った時、お店がない、何にもないとか思ったけど、懐かしい。アミチ、このねサンドイッチ屋さん美味しかったね。ここのチラシ寿司が美味しい。韓国人のウェイターまでやってる。新聞ありました。ヒデさんいるかな。あ、ヒデさんいない。懐かしい、もうほんと胸がいっぱいない。懐かしい、すぐ泣く。涙もろすぎる。5年半ね、来てから寿司屋さんがある。こんななんかさ、立派なお寿司コーナーが前はなかったんですけど、奥で作ってたけどね。なんかもう物がすごい増えてます、ね、商品が前よりも充実しております。人数が増えてんのかな。わあ、何でもあるよ。ああ懐かしい。ラーメンは同じか。あ、お茶がある、お茶がある、お茶買おう。お茶を買っていきます。わあ、日本のさ、ちゃんと小学校のさ、ノートもあるんだよね。どうですか。6月2日にハリソンのジャパニーフェスティバルあるんだ。そうなんですよ。カビスもやったよね。素敵な、ちょっと長くなります。コロナ以降、私が久しぶりにやるんですよ。すごい日本人が入ってるんだって。家賃が高すぎて住めないんだって。誰が住んでる、誰が話してる。今あのラグビーの小池さん、小池くん。あ、ここがそうだ。はいはいはい。駅だったところの前が全部ビルになっちゃったの。あー、ないね。タクちょっと乗ります、タクね。あー、タクだ。ここでよくどれだけみんなでいろいろお母さんたちと買ったりね。チャイニーズ美味しかったです。ロブスターソースが美味しかったね。だんだんライの私たちが住んでいた町になってきます。ここまでハリソンかな。懐かしい。そうですね、私の家でした。このね、家のその
住宅の中にあるお店、ライ・ロードハウス。まだありますね。ここは老舗です。ご飯も食べられるし飲みもできるというね。息子の小学校です。オズボンスクール、ここにキンダーから5年生まで来りました。で6年生から今度ミドルスクールになるんですよね。わあ懐かしい懐かしいこの木の匂い、もう卒業の頃ですよね。この遊具で遊びましたね。ライのゴルフクラブになります。これがねウィットビーキャッスルでございます。そうそう、ラグビーのディナーね、最後卒業のディナーもここでしたね。ビーキャッスルラインの町の中にあります。ここはレストランもあってお食事することもできます。ジェイステート、ジョン・ジェイさんの家が残っております。入れるの？うん、博物館みたいになってるよね。今日はもう終わってるけど。このデリで。ミルトンロード。そう、ミルトンロード。ここよくね、サンドイッチなんかみんな買ってたね。スクールになります。中学と高校ですね。一番左のところが新しくできたサイエンスウィングで、科学の実験とかね、科学のクラスやったりして、ここがメインの授業をするところの高校ですね。で次のちっちゃい建物がミドルスクールになります。あ懐かしいね。懐かしいでしょ。さあ玄関がすごい新しく綺麗になってるね。メインエントランス、ここがライハイスクールって書いてあるよ。ほら、最初のメインエントランスになります。そしてこちらですね。広いね、こうやって見るとさ、広いよ。反対側がね教会になります。こちらがミドルね。ここも綺麗になってるね。ここもハイスクールって書いてあるんだけどね。こっちもハイスクールだね。え、どこ？チャイニーズクラス、ここだった。こっちがミドルスクールだこっちの奥、ここがミドルスクール、中学になります。くっついてるんだよね、ミドルスクールとライハイスクール。12年生になったら大学へ卒業します。あーお花綺麗。ここもね、何回来たんだろうね。なんか学校でご飯食べてる人がいますね。こちらがミドルスクールになります。あ、書いてあるよ、ほらミドルスクール。なんか玄関がどこもすごい綺麗になってるね。それなの入り口になります。育てにくかったなということにしておきましょう。
大の町の近くにあるあのビーチなんですけども、正式にはオークランドビーチっていうのかもしれません。もう一つ、ヘラリカフライビーチなんですけども、大の子と子供たち、大人たちはみんなここに夏に来て、うん、海で遊んだり、花火を見たりします。いいね。今はほら、まだ5月で、まだちょっと風がね、高い感じですけどね。懐かしい。なんだっけこのお店の名前。ジャニーじゃないよ。こんな綺麗だったんだね。サイドジョニーっていう名前だったんですけども、今バーリービーチハウスになりました。ここもね、夏に気持ちがいい時にみんなでご飯食べに来たりとか、よく遊びましたね。走りたくてね、子供たちみんなね。でも夏に来た時に、夏行くのかわかんないけど、ビーチ入るのに一人7ドル取られるのに。夏はすごいんですよ、いっぱい人がいて、みんなね、ビーチで遊んでましたね。というですね、トム・ハンクスが演じられた映画の舞台になった大プレイランドでございます。さっきいたのがこの辺で、ずっとビーチは続いています。混んでます。
並んでます。で、その高校生がみんな大学に入るときに面接をあそこのスターバックスで15分ごとにやってたって。卒業生の人が来て、その大学の、それで面接してくれるんだよね。全員面接どこみたいな。あー、ここはね、美味しいものをここでよく食べました。グルメショップですね。行ってみよう。ここのあのフランスパンなかなか美味しい。フランスパンなかなか。出会えないやつ買ってる。チーズとかさ、あ、本当だ。本当だ。あ、ここのね、お野菜が綺麗なんだよね。ここでもお買い物してました。お花も綺麗でね。まだ綺麗。懐かしいばっかり言っちゃってるけど、ここでもね、みんなでお母さんとお総菜買ったり、すごいね。あ、オータム、オータム。フェスティバルだったんだよね、面白い。映像がいい、めちゃくちゃなんだ。朝は？朝は、何日だ？セイメイジ、セイメイジ。あ、マニア、オーマニア。今あの仲良かったロカの小学校のアートの先生にお会いできてめっちゃ嬉しいです。あ、懐かしい。そしてここがライグリルっていうね、あのレストランなんですけど、割と新しくできて、みんなここでよくね集まったりご飯食べたり。これさ、あっちしてるザルツブルグ。ザルツブルグってさ、ドイツの都市？オーストリア。私ね、このねフルーツタルトがすっごい好きだったんだ。このフルーツタルト1個買っていこうか、懐かしいから。フルーツタルトね、なぜかここに置いておきたくました。いろんなお家に持ってってよく食べましたね。ケーキ屋さん。Can I get the pistachio? Chocolate. One piece chocolate.さっきの場所から移動してここに来るのは初めてです。お惣菜も売ってるんだよね。あれメジャー、はい、餃子もある。あ、パティスリーザルツブルグでした。愛の駅です。ここに降りたり上がったり降りたり上がったり。今度は、ポートチェスターのミドルスクール。ここは土曜日の、補習校、日本語を勉強する学校として、あの日本から借りてここで校舎をね使わせていただいてた懐かしの学校です。懐かしいや、毎週土曜日にお弁当をね作ってここに運んで送って迎えに来て、 Just a 5 minutes. Okay, great. Thank you. 懐かしいね、この教室。いろんなね、はい、前からずっと先生ミーティングだ、ダメダメ。ここのね奥にね図書館もあって、日本の本の図書館も貸していただいて、懐かしいです。ここがね倉庫から出してきて、土曜日は日本の図書館に変わっちゃうんです。そしてここがカフェテリアで、ここでみんなでお弁当を食べたり、お母さんたちがここで打ち合わせしたりしてましたね。補習校の先生大変だね。コロンビア料理のお店なんですよ、ここ珍しく。かわいいお花がついてる、ほら。ここは実はこのお店コロンビアのお店なんです。コロンビア料理のお店です。これのね、一応ここにパッションフルーツ入れてもらったの。飲んでみるね。これはパッションフルーツだけのジュースです。おいしい。あんまり甘くなくてパッションフルーツの味がしてます。
すごいね。昔ね、ロコがフェンシング習っててそっちで、それでよく来てるんだよ。あ、おいしい。どうですか？どう？何ですかこれは？なんか。Grilled chicken, oh sorry, fried chicken, ham and cheese and mushroom sauce and plantain. Plantain is not banana, it's a banana. Plantain. 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 p l a n t a すごい量なんだもん。余ったら持って帰りましょう。カメラマンさんどうですか？やっぱりここのお店美味しいんだよね。わーお、Thank you so much。これティラピアのフライでーす。じゃ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 ーん。これね、見かけ強烈なんだけど、めっちゃ美味しいんだよ。優しい味です。ちょっと写真撮って。うん。めちゃくちゃ美味しいっす。あとで。香ばしいの。ティラピアでしょ。ティラピア。ここで初めてティラピア食べた。どうですかそっちは。ソース美味しいんだよ。これほら中にちょっとバナナが見えてる。本当全然甘くなくて。おせんべいみたいな感じなの。カリカリと。食べきれない人たち、お土産ボックスに入れております。日本ではね、こうやって持って帰れないけど、こっちは持ち帰りができるからいいですね。美味しかった。でもなんかちょっと前はもうちょっと小ぶりってキュッとしたんだけど、シェフも変わってるし、だけど。You're welcome.このね、お店の人は感じるのみんなね、親切で。これこれこれ。これはね、学校にね、コロンビア人の生徒さんのお母さんが持ってきてくれて、パンみたいなんだけど、チーズで。それで教えてもらったの。みんながどこ行ったのって言ったら、マコントだよって言って。ということで、あー、美味しかった。私ぐらいしか日本人に来ないだろ、ここ。あんまり日本人に来た人いないかもしれない。こんな感じのお店です。え？なんか、ここでアイスクリームを買うそうです。あー！美味しいんですか、ここ。美味しいんですか、ここ。美味しいんですか？アイスクリーム屋さん、アイスキャンディー買うの？なんだかこの辺はちょっと私にはあまりない趣味なんですけど、カメラマンさんたちはアイスキャンディーを買うそうです。そういえば昔よく買ってたね。あ、これだこれだこれだ。なるほどなるほど。なんかめちゃ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 買ってるけど、あ、マンゴーと、わ、美味しそう。ストロベリー、パイナップル、グアバ、コーヒー。私はあんまりこんなに買ったことないんだよ。お腹いっぱいで食べられないんだし。どうか、大丈夫大丈夫。私コーンのアイスクリームは食べたことない。ちょっとだけだよ。はい、こっちがマンゴーアイスミックコーン。こっちが、うん、ちょっと味見させてもらって。なんかクリームコーンポタージュのアイスキャンディーみたいな。でもこのマンゴーの方が甘くない。なんかお父さんと息子が父と子アイスキャンディーを食べています。美味しいよこれ。コーンの方が甘い。
ただいてありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたね。 See you next time.